皆さんいかがお過ごしでしょうか。宇和島市市政広報番組ナビゲーターの宇和島ケーブルテレビ宇都宮あゆみです。今回は宇和島ブランド魅力化計画について、市長公室シティセールス推進係長谷本秀樹さんにお話をお聞きしたいと思います。谷本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、宇和島ブランド魅力化計画とはどういうものか教えてください。はい、宇和島市では平成30年度から本市を多くの魅力がある街として国内外に強く印象づけるため、市の魅力、シティブランド力を高めていきながら戦略的に広く PR を行っています。その基本となるものとして宇和島ブランド魅力化計画を令和2年3月に策定しました。はい、ということは宇和島ブランド魅力化計画とは、戦略的に宇和島市を PR するための計画ということでしょうか。はい、宇和島市の魅力を発信するための教科書のようなものです。住みたくなる、帰りたくなる、連れて行きたくなる街を目指し、宇和島の魅力や個性、宇和島らしさなどをオール宇和島で作り、育て、発信していく取り組みをシティブランディングと呼んでいます。宇和島ブランド魅力化計画には、このシティブランディングを実践していくための考え方やターゲット、方向性、具体的に取り組む事業などが記載されています。はい、具体的にどのような内容が記載されているんでしょうか。はい、宇和島ブランド魅力化計画では、オール宇和島でシティブランディングを行うにあたり、そもそも宇和島の魅力や個性、宇和島らしさとはどういったものなのかということを定義しています。これには宇和島の魅力やイメージについての市民アンケートやワークショップで得られた市民の皆さんの声を参考にしています。また宇和島の魅力を国内外に発信するためには、市外に住んでいる宇和島にゆかりのある方々の意見も欠かせませんので、東京でイベントを開催して市外の方々から伺った意見なども反映させています。なるほど、そうして出てきた宇和島の魅力とはどういったものだったのでしょうか。はい、宇和島の魅力の最大の特徴はその資源の多さにあります。現存12天守の一つである宇和島城をはじめとする歴史文化資源や、海、山、川などの豊かな自然資源、その恵みを生かした柑橘、鮮魚、真珠といった産業資源などですね。そしてこれら宇和島の豊富な魅力の根底には、人々の日々の生活や営みがあります。宇和島の魅力はそういった宇和島に息づく日常の豊かさにあると定義しました。はい、日常の豊かさですか。なるほど、確かに宇和島には多くの自慢できるものがありますが、その魅力の多さの根底にある人々の生活や営みに価値があり、それこそが宇和島の魅力であるということですか。その通りです。普段の何気ない宇和島の日常こそが実は大きな魅力なんです。それをうまく発信することで、日常がさらに豊かなものになり、宇和島の魅力が高まります。そして宇和島の魅力が高まれば、住んでいる方々に宇和島への愛着が生まれ、市外に住んでいる方からはこの魅力ある街を応援しようと思っていただけると考えています。それが宇和島ブランド魅力化計画の目指すところにつながっていきます。はい、住みたくなる、帰りたくなる、連れて行きたくなる街ですね。ではその宇和島の魅力を伝え高める取り組みとはどのようなことをしているんでしょうか。はい、先ほど宇和島の魅力について定義をしましたが、それを分かりやすく発信していくための象徴としてロゴマークとキャッチコピーを制作しました。そういえば最近市内各所でこのマークをよく見かけます。ありがとうございます。先ほど宇和島の魅力を探るためにアンケート調査などを行ったと言いましたが、その中で宇和島を色で例えると、いや宇和島に対して持っている印象はといった質問もしました。その結果などを踏まえ、宇和島の魅力の定義に
合致するロゴマークとキャッチコピーを制作しました。特にロゴマークは市民の皆さんに決めてもらおうと最終3案を公表して投票という形で決定しています。私もこのロゴマークの投票には参加しましたが、このロゴマークができるまでにはそういった経緯があったんですね。それではこのロゴマークに込められた意味について教えてください。はい、まずこのマークはいわば宇和島の魅力の象徴であり、宇和島市を分かりやすく表現したものです。マークのデザインの中心は宇和島市のシンボルともいえる宇和島城となっています。特に宇和島城の天守には玄関がありますが、これは全国的にも珍しいもので、宇和島の特徴を表しているものとしてマークで表現されています。お城の天守に玄関があるのは珍しいんですね。はい、これは平和な時代に作られた天守であった名残とされていますが、この玄関にある天守のデザインは先人たちから受け継いだ心穏やかな寛容性と外交的な気質を表現しています。なるほど。あとマークの色を見ていると、ブルーとグリーン、オレンジの3つの色がグラデーションになっていますね。はい、この3つの色は先ほどアンケート調査で宇和島を色で例えるとという質問に対し出てきた意見を集約した色となっています。この3つの色のグラデーションでは、海、山、空へのつながりと自然の恵みから生まれる人情や産物を表現しています。確かに宇和島と聞くと、私も海や空の青、みかんのオレンジ、そして自然豊かな緑などをイメージしそうです。その他のデザインに込められた意味はどういったものなんでしょうか。はい、空に描かれた日の光は輝く未来を示し、白山から外へと波打つ白い線は内から外へ世界へと発信し、挑戦していく勢いや外からの縁や人々の交流、開かれた街としての宇和島を表現しています。さらに全体が円形になっているのは、本市全体が一つの輪でつながっていること、オール宇和島を表現しており、円を手繰り寄せ一つに結束していく輪への思いが込められています。なるほど、そういった意味があるんですね。ありがとうございました。それでは次にキャッチコピーについて教えてください。はい、キャッチコピーは宇和島市がこれからシティブランディングを進めていく上でどんな街を目指すのかということを分かりやすく簡潔に市内外に発信していくためのものです。宇和島市ではこのキャッチコピーを心交わうところとしました。はい、心交わうところですか。これにはどんな意味が込められているんでしょうか。はい、まず心には宇和島に関わるさまざまな人々の心を満たしたいという思いが込められています。また交わうとは宇和島を逆に読んだもので、交流する、交差する、混ざり合うといった意味を合わせた造語で、宇和島だけの特別な言葉です。このキャッチコピーには宇和島に関わる全ての人々を温かく受け入れ、さまざまな人や文化が行き交い、前へ外へとしなやかに発展していく場所でありたいという願いが込められています。なるほど、確かに宇和島は秋祭りでよく踊られる鹿踊りのように、仙台からやってきたものが宇和島独特のものになったり、幕末の時期には高野長英や大村益次郎などの優秀な人材を招き、明治以降も活躍した人材を輩出してきました。宇和島がそういった新しいものを取り入れて、新しい風土や文化を作り上げてきた町というのもなんとなくわかるような気がします。そうですね、宇和島はそういった歴史や文化の他にも真珠や魚類の養殖業、さらには柑橘農業など自然を相手にしながらの暮らしや産業で繁栄してきた町でもあります。外からの力も受け入れながら、あるものを生かしつつ宇和島流に変えていく、まさしく交わう力が宇和島の人々には受け継がれています。それこそが宇和島の魅力であり、日常の豊かさであると表現しています。なるほど、
よくわかりました。ありがとうございました。宇和島の魅力やロゴマーク、キャッチコピーのほかに宇和島ブランド魅力化計画にはどのようなことが書かれているんでしょうか。はい、宇和島ブランド魅力化計画では、先ほど説明したロゴマークやキャッチコピーを象徴としながら、これから宇和島の魅力を誰に届け、どのように磨き、そしてどのように発信するのかということを体系化し、令和2年度と3年度に具体的に実施する施策を明記しています。では宇和島市では実際に宇和島の魅力を誰に届けようとしているんでしょうか。はい、基本的には国内外すべての人たちになりますが、市内ではこれからの宇和島の将来を担う子育て世代を中心とした若い世代や、宇和島に移住してきた方々、地域貢献などに関心のある方々をメインターゲットとしています。また市外のメインターゲットとして設定しているのは、宇和島出身など宇和島にゆかりがある方や、田舎での暮らし、子育てに興味がある方、 U ターンや I ターンに興味がある方、地方創生や復興に関心があり貢献したいと思っている方、地域と都会の多拠点生活を望んでいる方です。なるほど、市内外それぞれにメインとなるターゲット層があるんですね。特に市外については、都会では新型コロナウイルス感染拡大の影響によってテレワークの方も増えていますし、 U ターンや田舎暮らし、地域貢献などに関心のある方をターゲットとするということですね。はい、こういったターゲットとなる市外在住者に宇和島の魅力を伝え、関心を持ってもらい、長期継続的に宇和島市を応援していただくこと、これを宇和島ブランド魅力化計画では競争型関係人口の創出と呼んでいます。簡単に言えば、宇和島市の外部応援団になってくれる人たちを増やしていこうというもので、ゆくゆくは定住化にもつながればと思っています。外部の応援団ですか。そういえば宇和島市では宇和島ゆかりの方を宇和島アンバサダーに委嘱していましたね。これも宇和島ブランド魅力化計画の取り組みの一つですか。はい、その通りです。宇和島アンバサダーは本市ゆかりの著名人に応援団として本市の PR に協力をしていただくもので、本市を舞台にした映画海すずめをきっかけに観光大使になっていただいた女優の武田里奈さんをはじめ、現在13名の方に委嘱しています。また宇和島アンバサダーの他にも、県外で宇和島産品の取り扱いや情報発信を行っている店舗を宇和島応援隊に認定したり、全日空グループのように宇和島市と関わりの深い企業や団体の方々と連携して宇和島の魅力を発信する事業も実施しています。なるほど、宇和島アンバサダーのような著名な方も含め、宇和島市の外にたくさんの応援団を作っていくことで、宇和島の魅力をより外に発信していきやすい環境を作っていくということですね。はい、この他にも宇和島市では令和2年度から宇和島ブランド魅力化計画に基づいて、ホームページや観光パンフレットのリニューアル、市公式 LINE アカウントの開設といった宇和島市の魅力を高め、分かりやすく発信するための多くの事業を実施しています。はい、私も新しい観光パンフレットを手に取って読んでみましたが、宇和島市民が読んでも面白いですね。ありがとうございます。この新しい観光パンフレット宇和島本は、令和2年度の全国の自治体パンフレットのコンテストで大賞を受賞し、日本一に輝きました。おかげさまで市民の皆様からも読んでみたいというお問い合わせを多数いただいており、市内の方が宇和島の良さを改めて認識できる機会になっていると思います。日本一ですか。それは素晴らしいですね。ところで日本一といえば、宇和島のマダイを応援するハッシュタグタイ食べようキャンペーンをやっていましたが、これも宇和島ブランド魅力化計画で取り組んできたことなんでしょうか。はい、その通りです。ハッシュタグタイ食べようキャンペーンは、コロナ禍による流通の低迷により出荷がストップしてしまった
養殖マダイ生産者の危機を多くの方に知ってもらい、タイを買ったり食べたり料理したりなど、タイにまつわることを自身の SNS で発信することで、みんなで産地を応援しようという趣旨で令和2年5月から始まったものです。はい、私もスーパーでタイを買って応援しました。単に買って自分で調理して食べただけですが、それが生産者を応援することにつながるんだと改めて思いました。ありがとうございます。このキャンペーンの大きな特徴は、単に宇和島のタイを売るのではなく、タイの購入を通じて産地を応援してくださいという取り組みにしたことです。取り組みの結果、インスタグラムのハッシュタグタイ食べようのタグ付け投稿が1200件を超えているほか、このキャンペーンをきっかけに宇和島水産高校で新しいタイの料理レシピを開発していただいたり、市民有志の方がタイ弁当コンテストを開催したり、趣旨に賛同した事業者が連携してタイの加工品詰め合わせセットを開発して販売するなどの広がりが見られました。これは宇和島ブランド魅力化計画の目指すオール宇和島での魅力発信につながったものと思っています。はい、多くの方の賛同の輪が広がったということですね。また全国各地のスーパーや飲食チェーン店などから宇和島のタイを仕入れて応援するよと言っていただき、行き場を失っていたタイも順調に出荷することができました。例えば大手コンビニチェーンのファミリーマートさんでは、宇和島産のマダイを使ったおにぎりを商品化し、北海道を除く全国の約1万6400店舗で販売していただきました。このハッシュタグタイ食べようキャンペーンは、産地応援もそうですが、宇和島の認知度向上にもつながっていると考えています。なるほど。先ほど話をしていた外部の応援団が広がって、宇和島の PR にもつながっているということですね。それでは最後にお伝えしたいことがありましたらお願いします。はい、宇和島ブランド魅力化計画では、宇和島が持っている魅力を分かりやすく、そして新たな切り口で発信することで、市外の方からは応援したいと思われる街を、そして市民の皆様にはこの街に住んでいてよかった、住み続けたいと感じてもらえる街をオール宇和島で目指すための計画です。市民の皆様もぜひそれぞれの立場で宇和島の魅力向上発信に向けてできることから一緒に取り組んでいただきたいと思います。例えばハッシュタグタイ食べようキャンペーンの時のように、宇和島のタイを買ったり料理の写真を自身の SNS でアップしたりすることも宇和島の魅力発信につながります。現在はアコヤ貝の大量閉止やコロナ禍で影響を受けている真珠産業を応援するためのキャンペーンウィズパールも展開中です。普段から真珠を身につけることを意識していただき、真珠を買った時、つけた時など真珠にまつわるさまざまな場面でハッシュタグウィズパールをつけて SNS に投稿して応援をお願いします。他にも事業所であれば自社の名刺にロゴマークやキャッチコピーを入れたりすることで本市の魅力発信につなげられます。みんなで住みたくなる、帰りたくなる、連れて行きたくなる街を目指しましょう。はい、ありがとうございました。今回は宇和島ブランド魅力化計画について市長公室谷本係長にお話をお伺いしました。谷本係長、ありがとうございました。ありがとうございました。